最近の DJ バトルについて、はいはい、はい。何か思うところはありますでしょうかそうですね。最近はもうみんなめちゃくちゃうまいっすね。もう技術はもう、なんて言うんだろう。過去とは比べ物にならない。もうほんと b ボーイと同じぐらい、こう、全く別次元のことやってて。やっぱ、機材の進化もあるし、始めた時からやっぱ、こう、なんて言うんでしょう、もう。 あの、そういうターンテーブリズムを追求するために作られたような、まあ、フェーダーの作りだったり、あの、そういうものを最初から使えるっていうこともあるんでしょうけど、やっぱ、もう団地で違うし、その楽器としての、もう、完成度がすごく高くなってて、っていう面と、まあ、その逆の、逆の反面で言うと、やっぱりレコードでやるからこそ、あの、その難しさとか、この、なんて言うんでしょう。 あの、9ポイントで頭出ししたりとか、スクラッチやった後に9ポイントで、オチのポイントに持っていくっていうんじゃなく、やっぱりスクラッチして、オチのところに2周戻して、そこから綺麗にリズム崩さず入れなきゃいけない、それを針飛ばさないでいけないっていう、そういうスリルがあったのが、やっぱり当時のバトルで、そこも踏まえた上で、あのー、なんて言うんでしょう、ポイントっていうか、こう。 勝ち負けが決まったりしてた部分もあるので、そういうことがなくなっちゃったことに対するちょっと寂しさみたいなものは若干ありますね。